小池知事は八丈島を訪れ、これから見頃を迎える黄色い花のフリージアや伝統の絹織物黄八丈など島の魅力を広く発信していきたいと意気込みを語りました。今日から始まった八丈島フリージア祭りに参加した小池知事は、伝統の絹織物黄八丈で仕立てた着物で登場し、集まったおよそ300人から拍手を送られました。いかがでございましょうか。熱い歓迎を受けた知事は、これから見頃を迎えるフリージアや黄八丈などの特産品を挙げ、八丈島の魅力を広く発信していきたいと意気込みを語りました。もうごく当たり前に映るかもしれない八丈にも、もっともっと宝物が埋もれているはずなんですね。それをもっと掘り起こしまして、そしてこの八丈をキラリと光る宝石箱に入れていきたい、その一つになっていただきたい、輝いていただきたい、そう思っております。また小池知事は黄八丈を織っている工房を訪れ、職人から伝統の織り方について説明を受けました。